マキオダムは、木曽川、水系大滝川に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構が管理する。利水および発電を目的としたダムであり、洪水調節機能は持たない。マキオダムは、木曽川支流の大滝川を横断する形で、築造されたダムである。形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダム。ダムの包み高は104.5メートル。 津町長は260.0メートル、津体積は261万6000、立方メートル。1961年に完成して以来、愛知用水の水源として、また、中京圏の水亀として、灌溉用水、水道用水、工業用水を供給している。これにより、尾張丘陵や千田半島は、長年の悲願であった安定した水供給が、実現した。 大滝川の発電用水利券を持つ関西電力は、賛美、発電所にて、牧尾ダムを、上池、木曽ダムを、下池とした、揚水発電を行っている。ダム湖は付近にそびえる、宇た山にちなみ、三竹湖と命名された。周辺には、温泉やスキー場があり、多くの観光客が訪れる。また、三竹もぐさ丸もこの近辺で作られている。 古来より滑水に悩まされていた終わり給料、北半島にとって、灌外用水の一早い確保が求められていた。さらに戦後、名古屋市を中心とした中京圏では人口が急増。また、中京工業地帯の拡大により、上水道や工業用水の需要が急速に高まっていた。こうした背景により、終わり北部、北方面に基礎川を水源とした用水の供給を、 はかるべく、愛知用水計画が持ち上がった。愛知用水公団は、水源として、旧基礎福島町付近で基礎川に合流する大滝川にダムを建設し、基礎川中流部の金山ダム地点にて取水、幹線水路によって、下半島南端まで結ぶことを計画した。その一環として、1957年、牧尾ダム建設工事は着工され、 世界銀行による資金援助も受けながら4年の歳月をかけ、1961年に完成した。マキオダムはしばしば渇水による貯水率の減少に悩まされている。これを受け、第二、第三の水源として、アギガーダム、ミソガーダムが建設されたが、1994年には、北半島で1日19時間の断水が10、 数日間続くという記録的な大滑水に見舞われ、トヨタ自動車の自動車関連工場等が操業時間短縮を余儀なくされた。1984年、長野県西部地震が牧オダムを直撃した。ダム停滞は、乗り面の崩壊や異常漏水は認められず、致命的な被災はなかったものの、ダム天は舗装と浄化流乗り方の剥離及び沈下、また、 流入部左岸五岩の一部等に歪みが生じた。ゲート類は点検の結果正常に稼働することが確認できた。また、直上流部の松越地区や濁川温泉で大規模な崖崩れや土石流が発生し、大量の土砂が三丈湖へ流入。一気に大佐が進行する事態となった。大佐除去工事は4期九カ年にわたって施行された。除去の時期は、 夏季期間と冬期間に分けて行われた。夏季思考は8月7日から10月14日の39日間、マキ尾ダムの貯水が減少するときに後位部の大差を除去する。冬季期間は2月1日から4月14日の落水期間等を利用して定位部の大差を除去した。水資源機構は三滝港を掘削して大差除去と有効貯水容量を確保する。 マキオダム再開発事業計画。現在、事業を進めている。ありがとうございます。